カリプトスポーラはアピコンプレックスモンに属する寄生性原生生物。魚類を宿主とするコクシジウムの一つ。分類学上はカリプトスポーラ属とし、またこの一属をもってカリプトスポーラ化を構成する。オーシストには2個のスポロゾイトを含む4個のスポロシストが生じる。スポロシストにはスポーポディアと呼ばれる突出した構造が多数あり、これを支えにして スポロシストの周りを薄い膜が折っている。中間宿主である手長ビがオーシストを経口摂取すると脱脳して消化管上皮細胞や中腸腺に感染し無症生殖を行う。一方、魚類が中間宿主を接触すると、原中は魚の腸管上皮細胞を通り抜け、血流に乗って肝臓に到達し、そこで無症生殖と有性生殖を行う。 アイメリア族とみなされてきた原虫のうち、スポロシストの形態が特徴的なものを独立させてできた。分子系統解析でもアイメリア族に比較的近縁だが独立の系統に位置づけられている。A.B. スティーブ・ J. アプトン、サボーダー・エーメリオリナ・レジャー、1911、インリー・ J.J., リデール・ G.F. ブラッドベリ・ P. アン・イラストレーテッド。 ガイドツーザプロトゾア、ボリューム、アイローレンス、ソサエティーオブプロトゾーロジスツ、ピアニッシモ、318から339、ISBN1 から89万1276から22からレイウィップス CM、エトール、ファイラジニーオブフィッシュ、インフェクティングカリプトスペラスピーシーズ、パラシトール、レス、111、1331から1342、ドイ、 10.1007-S0043601229698 ありがとうございます。